皆さんこんばんは。スナックフルールともチャンネル、ともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。今日はですね、昨日に引き続き本ご紹介シリーズに、第2弾本ご紹介シリーズに突入してます。なぜなら外に行けないから。私本当にね、本好きなんですけど、私のその好きな理由として、5本読んでると現実からちょっと離れられるっていう感覚があるんですよ。一回ちゃんとリセットできるっていうか、そういうところが好きで本読んでます。だからこう頭使う推理小説みたいなとか、あとこの主人公たちが全部カタカナの洋物でも、スティーブン・キングとかハマったな。まあ、とにかくなんかこうあんまり頭使ってこう本を読むっていう感じじゃなくて、その本の中に入り込んでその間を漂うっていうのがすごい好きですね。でこの綺麗な文章に触れるのがすごく、なんだろう、ストレス発散になってるのかな、という感じで私は本を読んでます。そしてその繰り返し読むんですよね。そう、一回買って気に入ると何回か読む。で読みづらい作家さんだなって思うと、まあ、あれだけど捨てちゃったりしますね。そんなに本もたくさん置けないので、そう、気に入った本だけ置いといて、あとは全部破棄してます。そう、その村上春樹さんもそうなんですけど、これは江國香織さんっていう方の本たちです。村上春樹さんもそうなんですけど、彼女の文章はよりこう、なんていうのかな、哀愁の漂う、そして綺麗で、なんかなんだろうな、文字、活字を読んでんのにその色とか空気感とかがすごく伝わってくる感じっていうのかな。だからよりこうその世界に引き込んでくれるっていうか、そういう感じですごく好きですね。彼女の一番有名っていうか皆さんが知ってそうなのは、キラキラ光るとか、これあと冷静と情熱の間、辻仁成さんと一緒に、これはキラキラ光るでしょ、これ冷静と情熱の間、これ辻さんが書いた本で、今ここにあったこれがその江國香織さんが書いた本で、これは この辻さんのは男の人から見た物語、同じ物語を書いてるんですけど、こっちは男性から、でこの江國さんは女性の視点から見た
物語の進行なんですけど、同じことを書いてるんだけど、すごいね、全然作家さんによってこんな違うんだなっていうのと、すごいなんかね、面白い本でしたね、これ。あと、あれもある、これ。これも確か、これも確か2人で書いてるやつなんじゃなかったかな。間違ったっけな。あ、違うな。なんか確かもう1個あったはずなんだよね。ちょっとあのね、老眼でね、全然見えないんだよね。そ、なんかもう一つね、そういうのがあったはずです。これは違うな。そう、ぜひ読んでみてほしい。ゆくにさんのおすすめはやっぱキラキラ光るかな。東京タワーも良かったな。東京タワーもうなんていうのかな、肩を張らずに読めるっていうか、やっぱ女性におすすめかな。うん、なんていうのかな、その村上春樹さんの、前回もお伝えしたんですけど、このエクニさんが書いてるから、やっぱりエクニさんの人柄がすごく出てる。まあ、もちろんその作家さん、その作家さんでね、作家さん、作品に反映はされるんでしょうけど、すごいなんかね、上品な感じっていうかね、いいですよ、なかなか。うん、ぜひ見てみてください。これも面白かったよ。うん、ぜひ見てみてください。と、今日はここまでにしたいと思います。今日も一日、どんな一日だったでしょうか。今日もお疲れ様でした。と、明日も大変だと思いますが、明日も頑張ってください。少し早いんですが、おやすみなさい。また明日。